動画の視聴ありがとうございます。私、レック専任講師、司法書士専任講師の根本と申します。そして、どうぞ。宅建吉野塾の吉野哲則です。よろしくお願いします。どうぞ。はい、レック専任講師で、司法書士の雲野です。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はこの場を借りまして、宅建試験のプロ、司法書士試験の指導のプロに、それぞれそのお互いの試験について語ってもらおうと思います。司会進行は私の方でやらせていただきます。では、まず宅建の方から説明の方いきましょうか。はい、吉野先生お願いします。はい、宅建士なんですけれども、やっぱり大きな特徴の一つとして受験者が多いっていうのがあれですね。申し込み者数ももう30万人近い、26万とか27万の方が申し込みされて、まあ、実際に受けるのも20万人ぐらいという本当にね、マンモスの国家試験、人気の国家試験です。で、2つ目にもあるんですけれども、必ずこの宅地建物取引士って不動産会社に置かないといけないので、具体的には従業員5人に対して1人以上の割合でこの専任の取引士っていうのを置かないといけないので、これやっぱり企業さんにとってはとても必須な人物ということになります。それだけ求められているという資格なんですね。あとは最近ですね、独立開業をしている人も本当に増えてます。で、実際に宅建業者数も10万とか超えていて、どん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 ね、最近は増えてるんですね。なので資金的にも他の飲食店とかもう1000万とかね、それぐらいの開業資金ないと開業できないっていうのはあるかもしれませんけれども、この宅建業で意外に資金に関してはそこまでね、大きな金額用意しなくてもできてしまうと。まあ300万から400万ぐらいね、あれば開業できてしまうというのも一つ特徴的なところでもあるんですね。あとは抜群の認知度ですね。これが宅建というのは大きいかもしれないですね。就職とか転職には本当にね、有利です。やはりその面接の場においても、その資格の部分でね、宅建持ってるっていうのがあると、あ、それだけこの方は頑張ってね、国家試験取ったんだなっていうふうにも見られますので、そういう意味でもね、やっぱりね、この宅建試験というのはすごく価値があるね、資格だと思ってます。ありがとうございます。はい、では次は宇野先生、司法書士についてお願いします。はい、司法書士はですね、宅建士同様国家資格となってます。司法書士試験に合格して、そして登録して司法書士のですね、仕事をしていくことになるんですが、いわゆる我々司法書士は、登記のスペシャリストと、後ろにも書いてありますけれども、いわゆる一般的には認知されています。不動産登記と商業登記、登記制度には大きく2つあるんですけれども、不動産の売買などで、所有者が変わった時にその名義を変えていくようなですね、不動産登記の名義変更ですとか、それから会社の登記などについてですね、そちらを登記記録上の情報を、更新するために我々司法書士が代理人となってですね、依頼人の方から依頼を受けて登記申請をしていくという、そういった仕事をメインにしております。そして、簡易裁判所というですね、総額と呼ばれるいわゆる争いの金額が、140万円までという制限はあるんですけれども、弁護士の先生と同様にですね、原告側代理人ないしは被告側代理人としてですね、実際に法廷に立って、訴訟活動をするというようなこともできているという現状があります。そして司法書士の最大のやっぱり特徴並びに魅力は、独立開業がしやすいということなんです。合格していく、その後ですね、新人研修、2、3ヶ月の研修を経ますと、もうすぐに開業することができるというですね、そういった魅力がございます。ですから今非常にある程度こう中高年の方がですね、人生80年100年という今状況ですから、第二の人生を見据えて、4、50代からこう頑張って資格を取って、今の会社のその先のですね、自分の第二の人生、司法書士として生きていこうという、そういった受験生も非常に増えてきているような状況です。そしてですね、自分ですぐに独立開業せずとも、他の先生の事務所にですね、就職をするということも、もちろんできます。で、その就職のですね、ある意味その求人というのが非常に近年増えておりまして、コロナの影響で不動産業界、どうなのかというようなご相談ないしはですね、ご意見もあるかと思うんですが、意外に不動産の取引件数って減ってないんですね。ですから司法書士のお仕事がこのコロナの影響で打撃を受けたというのはあまり聞いておりません。そうなると求人というのは引き続いてあるような状況ですので、非常にですね、そういった意味ではこのご時世にあってもですね、我々の業界の今現状というのはある意味安定しているという状態ではあるんです。
で非常にあとそうですね、相続ですとか、人生の中でそう多くはない不動産の売買などになくてはならない存在として、依頼人の方の手助けができますので、非常にですね、まあ、ある意味、皆さんからこう仕事をして何でしょう、喜んでもらえる、ね、お礼を言ってもらえる、ね、非常にあの先生ありがとうって言ってもらえる仕事を日々こうやるこう充実性っていうのがね、非常にあの私はやっていて司法書士本当にいいなというふうには思っております。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、では次は試験制度についていきたいと思います。はい、吉野先生お願いします。はい、じゃあの宅建試験の科目とあとは出題数や、まあ、合格ね、点なんていうところを見ていきたいと思うんですけれども、宅建試験の試験科目は権利関係、法令上の制限、税金、価格評定、宅建業法、その他5問免除科目と呼ばれているものなんですけれども、まあ、5つ分けることができます。で出題数ね、こちらに後ろに書いてあるんですけれども、権利関係14問で、法令上の制限が8問、税金価格評定3問、宅建業法20問、その他の分野が5問というふうになってます。で権利関係は4つのね法律をすべて総称したニックネームになってます。民法、借子借家法、区分所有法、不動産登記法と。でここに関してはやはり宅建試験の中ではね結構難しいという分類になってます。なので一般的な宅建受験生の方はこの権利関係、まあ、6割から7割取れれば十分かなと、まあ、8点9点が一つの目標点ということになってきます。それだけ範囲も広くて、特に民法がね、民法の範囲が広いためなかなか難しいというのは現実です。まあ、ただね、司法書試験とかやられてる方であればもうかなりの範囲勉強されてますので、そこまでここはね対策されなくても大丈夫かなというところではありますね。あとは法令上の制限です。これはですね、結構いろんな法律をミックスした名前になってるんですけれども、例えば都市計画法だとか建築基準法だとか国土利用計画法、宅地造成登記制法、農地法とか、その他いろいろあるんですけれども、そういうのを法令上の制限と言っていきます。まあ言ってしまえば不動産をね買ったりだとか、あとは借りたりするときに、その不動産に関してのルールっていうのがあるわけですね。で法律上こういうふうにしてくださいとか、こういう高さの建物までしか建てられませんよとかっていう制限がありますので、こういった不動産にまつわる法律の制限というのを法令上の制限といって、まあ、8問出てきます。でここも結構高得点を取らないといけないので、まあ、大体8分の6ぐらい、ないしは8分の7ぐらいを目指して学習していただくというところです。ただ引っ掛けパターンが結構決まっちゃってるので、ある程度その過去問やって点数が取れる分野になってきます。で税金価格評定に関しても3問出てきます。税金は国税と地方税それぞれ1問ずつ例年出てきてます。例えば国税でいうと譲渡所得税や印紙税、登録免許税などなど、あとは贈与税とかね。で地方税でいうと不動産取得税、固定資産税というのが地方税です。でそれが全部でね2問出てくるというところです。あとは価格評定、いわゆる地価公示法だとか鑑定評価っていう部類です。ここもちょっと専門性が高いので最初はとっつきづらいんだけども、まあ、過去問でねある程度のパターンをやっていただければ1点取れるようになってきます。まあ、ここも3分の2ぐらい欲しいかなという分野。そして宅建業法、これがね宅建試験で一番やはり大事です。50問中20問出題されますので、その中で、まあ、4割ぐらいね出てくるというとても大事な科目です。でここを9割目指していただくというのが学習のポイントになりますので、高得点20分の18取っていただくと。でここに関しては条文の数はそんなに多くないので、ある程度ボリュームをね抑えた中でしっかり学習すれば点数が伸びていきます。ここもやっぱり過去問演習とテキストをしっかり並行してやっていただくことによって点数伸びていきますので。あとはその他5問免除科目なんですけれども、ここはですね不動産会社にお勤めの方はここは下駄を履かせてもらえるので勉強する必要性ないんですね。まあもう5点ゲットしたみたいな感じです。一定の申請をするとね、不動産会社のお勤めの方、ただ一般受験生の方はこう勉強しないといけない。ただここはですねそんなに時間かけなくてもすぐ4点5点取れるような項目です。例えば土地に関することだったり建物に関することだったり、まあ、その土地というのが中学校で勉強したね、ちょっとその何でしょう、そういう地形の話だったりとか、そういうのも出たりするので、まあ、一般常識的に解ける部分もあったりします。はい、で合わせてだいたい50問中35点から37点、まあ、取れれば近年の合格点で合格ライン乗ります。
ちょっと高い年だと37点とかって話になっちゃうんだけども、まあ、大体7割ね取れれば受かるかなという資格試験になってます。だから司法書試験勉強されてる方に関しましては、まあ、この法令上の制限と、まあ、税金宅建業法に関してある程度やっていただければ十分ね合格点いくんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。何時間ですか試験？試験はですね2時間なんですよ。2時間、はい、2時間で50問って結構多いですね。多いですね。そうなんですよ、で、まあ、5問免除不動産会社の勤めの方で5問免除持ってる方は1時間50分。1時間50分、はい、それは10分短縮は後から入室するんですか？ですね、もう最初先に1時10分から始まるんですよ。あ、別の部屋なんですか？そう、別の部屋なんです。別会場になってるので、一般受験生は1時から3時までなんですけど、5問免除の方は1時10分から3時っていうふうに10分遅れて試験が始まるという状態ですね。ちなみに合格点なんですけど、はい、35から37というのは、はい、どういう基準なんでしょうか？これはですね、絶対評価ではないんですね。7割取ったら受かるってわけではなくて、上からどんどん取っていくっていうような方式になってきますので、でそれで結果大体35から37が多いっていうぐらいですね。多い形です、はい、そうなんですね。大体その合格率でいうと 15% から 17% という形なので、そんな簡単な試験じゃないです。やっぱ難しいですね、うん、ありがとうございました、はい。では司法書士について海野先生お願いします。はい、それではですね、司法書士の試験 の、まあ、科目等についてちょっと簡単にお話ししますと、司法書士の試験は先ほど の、 2時間という時間、だった宅建は伺ったんですけど、5時間の試験なんですね。午前科目が2時間で、択一式35問、こちらマークシート方式で回答するというような試験になってます。でお昼挟みまして、午後科目が3時間でいう合計5時間なんですが、まずは今後ろに出ているこの午前科目からご紹介しますと、憲法、民法、刑法、商法、会社法で35問で、1問、3点換算で105点満点となってます。憲法が3問、そして民法が一番、問題数多くて20問、そして刑法3問、商法会社法9問となってます。でこちらのですね、科目については5つの足の中で正しいものを1つ選ぶという五子択一方式でマークシートに回答を塗りつぶすという方式になってます。そうしましてですね、満点が合格のために必要ではありませんで、毎年その午前科目、これからお話します午後科目ともに、基準点というですね点数が設定されていきます。大体そうですね、偏差値50から55の間ですから、決して偏差値的にはこう高くはないんですけれども、基準点、いわゆる足切り点と呼ばれる点です。でこちらのクリアを、していかないと一発不合格になってしまうと。でその基準点というのが今後ろに出ています通り、大体25問から高い年ですと30問、点数換算で75点から90点のラインで設定されていくんですね。で偏差値的にはですから平均からちょい上ぐらいのところをこちらをですね取っていかないと、もうそれだけでもう一発不合格ということになっていく、これがまずは午前科目の特徴です。じゃあ午後科目お願いします。午後科目お昼挟みまして3時間になっていきます。でやはり択一マークシート方式、こちらが7科目ございます。民事三法と載っているのが民事訴訟法、民事執行法、民事保全法の3科目になります。合わせて7問です。次に供託法3問、司法書士法1問、不動産登記法16問、商業登記法8問、合わせて35問のやはり五子択一方式のマークシート35問、の択一式。そして午前と比べましてプラス1時間多いのはこの記述式問題というのがですね、不動産登記法と次にありましたっけ、午前の午後の、そうですね、じゃあちょっと回していただいて、はい、午後科目の方は記述式不動産登記法と商業登記法、ね、合わせて、2問の記述問題、こちらが出されていきます。ですから午前が2時間なのに対して午後は3時間ということになっていくわけなんです。でこの記述式問題なんですけれども、決して論文式ではありませんで、文書のうまい下手を試す試験ではありません。いわゆる司法書士になったつもりになって不動産登記申請書と商業登記申請書を実際に書いてみなさい、あなたが司法書士になったと仮定をして、あなたの事務所にこんな依頼人がやってきました、この依頼人が持ってきた別紙、持ってきた書類が別紙の1から例えば10ですと、でその書類を見た
あなた司法書士だとして一体どういう申請書を書いてみますか、実際に書いてみなさいというですね、そういう試験になっていきます。ですから答えはただ一つですのでね、文章の上手い下手を試すような司法試験とはちょっと違っていくという、傾向がございます。でこちら合わせまして3時間なんですが、択一、じゃあちょっと戻していただいて、択一のですね、基準点につきましては、やはり偏差値等からですね、弾き出されました。まあ午前科目に比べまして午後の方が若干偏差値低めのところで基準点設定されていきます。相対評価ですね、近年の例で言うとここ22問から24問というようなラインが、大体の相場ということになっていきます。でこれ到達できませんとやはり一発不合格ということになってしまうわけなんですね。でそして記述の方もやはり基準点がございまして、記述については35点 ×2 問で70点満点なんですけれども、大体ですね半分のライン、が相場になってます。30点5点から37点、あたりのところに基準点が設定されているということなんです。でこの3つの基準点を、全てクリアしまして、初めてですね、総合得点、を合算していくというような採点方式になってきます。でその総合得点合算しまして上位の方から合格ということになるんですが、だいたい合格最低点が、280点満点中197点から218点、あたりのところが、合格の最低ラインということになっていきます。ですので基準点を、ね、クリアできないと一発不合格というのがですね、非常に司法書士試験においてはかなり厳しいかなというような形にはなっているところです。はい、以上です。ありがとうございました。やっぱりこの司法書士、私も勉強してそうなんですけども、この科目が実務に直結するっていうのがすごく印象残ってるんですよね。そうですね。もう合格してすぐに、登録開業できるっていうのがこの資格の、売りではあるんで、本当にもう司法書士になったつもりになって答えなさい、あなたが司法書士だったらこの時どうしますかっていう問題になってきますね。結構やっぱりその資格試験の勉強と実務が正直離れちゃってるって結構あるじゃないですか。他県試験もそんなに直結っていうのはちょっと難しいんですけど、司法書士はそれに比べても勉強してる最中になんかもう実務の能力が備わってるみたいなっていうイメージありますよね。だからもう合格したらもうすぐに司法書士のバッジつけられるっていうのを、もう資格制度として、想定しているようなところが、今合格してから試験登録するまでどれぐらいかかりますか。もう多くの方が1年以内に半分以上は合格後登録してきますね。研修とかはあるんですか。研修は新人研修が約3ヶ月あるんですけど、もう研修の前からも登録できますので、合格証書をもらったもう本当に次の日から登録ということができます。宅建の場合はだいぶこのあたりは違いますよね。そうなんですよね。講習っていうのも受けなくても、もうすぐに登録できちゃう方もいらっしゃるんですね。すでにもう不動産会社に、勤めているっていう方であれば結構申請手続きは早く行くんですよ。で一般の受験生で宅建業とかその不動産会社勤めてないって方はちょっと登録実務講習っていうのを2日間とか受けてそれで登録をするという流れになるので、比較的取引士も登録はしやすいということになりますね。ありがとうございました。では次はダブルライセンス、もし司法書士受験生が宅建を受けた場合、宅建受験生が司法書士を受けた場合どんなメリットがあるのか、このあたり吉野先生お願いできるでしょうか。はい、ですね、司法書士受験生の方なんですけども、やっぱりその科目において言うと宅建試験のこのね載ってますように権利関係全般はかなりですね有利になるかと思います。民法はかなり広範囲で司法書士受験生の方は勉強されてますから、ほぼ勉強しなくても言っちゃえば点取れますっていうぐらいの宅建試験、10問出てくるんですけど民法だからその中でもほぼねいけるんじゃないかというところです。ただちょっと借地借家法、ちょっとやりますよね、司法書士でも若干、若干ですね。ただもう浅すぎます、定期借地権あたりは、ちょっとですよね、やってないに近いです、そうなった時に少しここ2問出てきて宅建受験生はここ落とさないようにしましょうっていうところなので、ちょっと司法書士受験生の方は借地借家はやっていただく、あと区分所有法も1問出てくるんですが結構得点源になるので、ちょっとやってほしいってことですね。不動ここはもう全く出るとこ違いますよね、我々でも敷地権付き区分建物登記だけですけど、建て直す要件とかそういったことは出ますので全く計量が違いますよね。おっしゃる通り、全然計量が違うのでちょっとそこは勉強した方がいいかなと思います。ただ不動産登記法は不登法は1問出てくるんですけども、ここは言っちゃえばですね、もう多分司法書士受験生であれば10秒ほどでも足切れると思います。
っていうぐらいのところですので、まあ、かなりここは勉強しやすいかなと思います。あとは宅建業法も実はですね、その司法書士法の感覚がちょっと近いんですよね。手続き法というところで、例えばその司法書士の登録するときだとか、何か変わったときの変更の登録だとか、そういう部分が結構似通っているので、その部分は結構ですね、司法書士法の感覚と近いところで宅建業法を勉強しやすいかなというところなので、かなりね、やっぱり知識は活かせるというふうに考えられますね。はい、ありがとうございます。では逆に今度宅建受験生だったらどうなんでしょうか。司法書士受験生が宅建を受ける、宅建、そうですね、宅建受験生が司法書士試験を受ける場合です、うん、もう司法書士試験、に関しては、レベルは一般的に、司法書士の方が、高いって言われてるんですけれども、結局法律の基礎っていうのは同じですから、勉強した経験っていうのも本当に生きてくると思います。で、民法に関しては宅建試験の民法と司法書士の民法、じゃあ何か違うのかというと同じですからね、条文は同じですし、その基礎は同じということなので、すごく内容がやっぱり重なるっていうのは大きいと思います。で、そして不動産登記法に関してはですね、先ほど吉野先生もおっしゃってた通り、宅建で、学習していたからこそステップアップということができると思います。で、司法書士の受験が全くゼロからいきなり司法書士の受験入った方って、やっぱ不動産登記ってやっぱりね、ハマりますよね。はい、ハマりますよね。で、法学部出ていても法律学科出ても、大学の時に不動産登記を勉強したということはあんまりいらっしゃらないと思うんですよ。うん、それとやっぱり不動産登記 の独特の世界観に、世界観ですね、確かに毒されてしまってもうやられてしまう、もう不動産登記を1回目2回目あたりでもうつまずいてしまうという人がやっぱり出てくるんですよ。司法書士の受験がもう全くの法律の学習で初めてって方はね。で、それがやっぱり、宅建でこう不動産登記をちょっとかじっているっていうだけでも、その世界観をね、ある程度違いますね、知っているっていうのはすごく大きいんじゃないかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。では最後になりますが、2つ持っているメリットについて、宇野先生お願いできますか。そうですね、吉野先生は宅建から司法書士。そうですね、私の場合は、はい、私は反対なんです。司法書士から宅建、後ろの根本さんも司法書士から宅建なんですね。で、どちらが先後っていうのはいろいろな考えもあると思うんですけれども、結果論として、我々3人はだから両方持ってるということなんですけれども、いろんなところでやっぱり、メリットをやっぱ感じます。もうとにかくね、先ほど宅建の試験科目にあった例えば税金のことなんていうのは、司法書士の資格では全然出てこない。出てますね、出てこない、はい、登録免許税ぐらいですよね。登録の贈与税の知識なんていうのは全然こう出てこないですし、不動産取得税もそうですし、そういった時にじゃあ依頼人の方に知りませんって通せるかっていうと通せない。やっぱりお客さんとの信頼関係にあるので、細かく説明しすぎちゃうと税率法に絡んじゃうのであれなんですけども、ある程度のアドバイス程度のところでやると、やっぱお客さんとの信頼関係が作れて、そこでね、もちろんその契約とかにもつながるところにもあると思いますので、そこはかなりね、税金の知識って大きいかなと。多分知らない人から来れば、先生っていうだけで多分全部分かってるっていう前提に来ちゃいますよね。そう、なんか例えばでは子供に贈与したい、贈与税どれぐらいかかりますか、税金のことは私に聞かれてもなんていうようなことを、言ったところで依頼人がそれで納得するかっていうか、信頼の問題からして、そうですよね、やっぱりそういった意味で、幅広いこう知識っていうの、もちろんその行裁問題って他の、資格独占業務を犯してはいけないのはもちろん分かってるんですけども、でもその知識があるっていうことはやっぱり強いなっていうふうには思います。で、そして今もう2つね、実際もお話ししてしまったような形なんですけど、そのいわゆる我々の中の不動産登記業務の中の一番の大きな業務が、やはり不動産の売買の際の代金、の決済ですね、代金を買い主さんが売り主さんに支払う。で、実際にその代金を支払う際のゴーサインというのは我々司法書士が出していくんですね。で、もうこれも不動産、よっぽどその例えば近所の方で相対取引で不動産を現金でやり取りするような場合は別ですけど、通常ローンを組んで不動産を購入するという時には絶対司法書士が立ち会っていかなきゃいけない。で、その時にやはり仲介業者の不動産の仲介の方なんかをが同席されて、やっぱり売買代金の決済をするっていう時に、そのやはり宅建の知識がないと、対等に不動産業者の方とやっぱ話ができない。そうですね、というか、やっぱりこっちも気遅れしちゃいますし、
記憶しちゃうんですよ。で向こうが別に決してこっちを見下してるとかっていうことではないと思うんですけど、そのやっぱり知らないっていうことが気遅れして、気遅れすることによって、ね、やはりなんかこうぎこちない態度になってしまったりだとか、そういったことが私は経験則上あったので、うん、それが宅建持ってるっていう自信によって解決できたんですね。だからそれはすごく大きいなと。そうですね、やっぱり営業マンの方と対等に話せるって結構大きいですね、宅建ネタとかでも。あの先生なんか宅建持ってるしすごい知識もあるから、じゃあ次もあの先生お願いしようよみたいなってありますかね、本当にね。二項道路とかやれた時にね、なんだみたいな、何の法律の二項なんだろうみたいな。そうなって、私なんか実際そうだったんですよ、決済行った時に、なんかね、接道部分とか何の話してんだろうって。だから それで、まあ、取ろうと思って取ったっていう経緯があって、ね、それ以降やっぱりその宅建持ってるってことが自信になりましたし、そうですね、そうね、積極的に言わなくても、まあ、持ってるっていうことによってやっぱり、決済に臨む姿勢も変わってきたので、うん、すごく良かったなっていうふうに思いますんで、うん、それはまあ、使用者の先なのか宅建が先なのかあれですけど、すごく皆さんにはお勧めしたいな。そうですね、うん、本当にお勧めしたいですね。で先生、最後その専門知識が増えることで法的トラブルを未然に防ぐっていうようなことはどうですか、ね、そうですね、ここなんですけども、やっぱりそのダブルで持ってるといろんな法律を知ることができるので、だからそれによってあ、これはこういうふうにした方がいいかなっていう形で未然にね、何か起きそうな時でもその法律を駆使して、じゃあこういうふうに回避しようかなっていう予防策もね取れるかと思いますので、そういうところもやっぱり2つの知識持っていて、2つの資格持っていて、両方の知識があるっていうのは大きいかなと思うんですよね。あとはやっぱりこれもそうなんだけども、契約書とか見てくれませんかとか、なんかそういうのあるじゃないですか。でその時にじゃあやっぱりね、専門知識が使用書士と宅建士あることで法律の契約書が読みやすくなったりってところで、あ、ここちょっと法律的にまずいんじゃないですかっていうようなアドバイスもね、差し上げることもできると思うんで、そういうお客さんとの信頼関係をつなげやすくなったりもそうなんだけども、そういうトラブル解決、具体的な解決をすることによって、よりね、自分たちの価値も高まってくるというところが大きいかなと思いますね。ありがとうございました、ということで、こちらがダブルライセンス、そのメリットということになっていきます。もしちょっとでも興味が湧けば、私たちレック東京リーガルマインド、もしくは吉野塾、そちらの方の門を叩いてみてください、はい、動画の方以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。